ナンバー2番原田カートクラブ野田拓司選手、おめでとうございます。続いて第2位はカーナンバー7番 T ウエスト RS 竹中健一選手、おめでとうございます。そして第3位カーナンバーは4番をつけますチームコンドーレーシング金子直樹選手、どうぞご登壇ください。おめでとうございます。それではまず優勝されました野田拓司選手から、さあ松戸永生様から今トロフィーが贈呈されました。そして第2位の竹中健一選手、第3位の金子直樹選手、おめでとうございます。そしてシャンパンの贈呈となります。さあアルコール入りのシャンパンという形になりますのでね、どうぞ皆さんのご自宅で、まあ、もしくはあの運転される方が、ね、いらっしゃいましたらね、この場でお楽しみをいただいてもよいかもしれません。そして賞金の贈呈になります。見事優勝されましたのは野田拓司選手、3万円獲得、おめでとうございます。さあそれではフォトセッションへと参りましょう。最高の笑顔でお釣りください。さあ皆さんしっかりとお写真はお撮りいただきましたでしょうか。さあそれではウィナーインタビューをさせていただきます。見事優勝されました野田拓司選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやー長丁はタフなレース制して今どんなお気持ちですか。ほっとしてます。あの結構グリッド上でもチームメイトも盛り上がっていた感がありました。ずっと朝からずっと盛り上がってます。うちは本当に激しいレースの中ででも他を寄せ付けないその速さというのはこうどうなんですか。練習っていうのは今このベテラン勢の中でされることも結構あるんですか。あんまりしてないですけどカートランドミエで走ってますよまだ。なるほど、懐かしの、なるほどですね。今後への抱負もよろしくお願いします。このままチャンピオン取りたいです。ぜひとも有言実行を目指していただきたいと思います。改めましてご紹介をさせていただきます。まずは第3位から金子直樹選手、第2位は竹中健一選手、そして見事優勝は野田拓司選手、おめでとうございました。